次に笠井明君。笠井君。日本共産党の笠井明です。冒頭持続化給付金について梶山大臣に 3点端的に伺います。事業者からは振り込まれて一息つけたという声もありますけれども、依然として申請が通ってもまだ振り込まれないと。それから5月1日に申請したのに 3週間も結局放置されている。機械的対応で何度も申請しても跳ねられると、もう心が折れそうだという悲痛な声が多々ございます。なぜこんなことになっているのか。それからまた月末が来るわけですね。家賃や固定費を支払わなければなりません。大臣は申請手続きでは柔軟に対応すると、そして代替書類でも給付を認めるというふうにこの間答弁されてきたと思うんですけれども、現状は彼氏もそうなってないと。来週でも遅いんですね、月末ということになると。直ちに手を打って、とにかく可及的速やかに給付金が届くように全力を挙げるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。持続化給付金につきましては、とりわけ厳しい経営状況にある事業者を対象に、使途に制限のない現金給付を行うという前例のない思い切った手段を初めて講じるものであります。これまで事業者のお手元に必要な現金が届くように努力してきたところであります。まあ、その上で一般論で言えば、算定方法など給付までに時間を要する申請手続きを選択いただいた方や、ご提出いただいた資料が鮮明でないなどにより確認に時間を要する方などの給付の順番が前後することもあると、まあ、承知をしております。もちろん一日も早く給付金を必要としている事業者の皆様の実情は承知をしております。このため持続化給付金ホームページに、申請から給付にかかる時間につきましてというご案内を掲載したほか、順次提出書類について修正をお願いするメールを送信するなどの皆様へのお知らせを行っているところであります。今体制を強化するということで、受付の人員もかなり増やしております。まあ、そういった中で、5月21日昨日の時点で115万を超える申請数があって、40.6万件を処理し、約5226億円を振り込みをしたところでありますけれども、一つのことについて、個別について調べることはできませんけど、体制を強化して、できるだけ早くお手元に届くように、また申請書類が不備な方も含めて、少し、検討が必要な方というのもあると聞いておりますので、そういった処理も早くできるように、特例をいたします。笠井明君、ここはしっかりやらないとね、大変なことになると思うんですよ。それでね、問い合わせたところで、機械的に言われて、いや、これないからだめですみたいになって、どうやったらいいのかというあたりも、じゃあ、これ書いたらこうできるとか、あるいはこういう形でということも、丁寧にやっていかないと、結局離れ続けてるという問題が起こってますので、ここはしっかりやってもらって、可及的速やかにと、必ずやっていただきたいと思います。で、今朝の NHK ニュースでは、経産省が今年創業の事業者も支給の対象で調整ということが報じられております。5月13日に私も取り上げましたが、当然のことだと思うんですね。きちんと対象にするかどうか、この点について伺いたいのと、具体的には1、3月末までに創業して収入が 50% 以上減少している事業者で、給付上限は100万円というようなことを検討中というふうに報じられているんですが、実際にどういう中身で今検討しているのか、対象にするのか、中身について大臣いかがですか。委員長。野島経済産業大臣。前年の売上が存在しない事業者については、適切な給付金を、給付額を算定できないために、現在の時点では、給付の対象とはしておりません。ただ、5月1日から給付を開始して、いろんな声が寄せられております。そして、議員を通じての声もございます。そういったことも含めて、まあ、検討をしているところでありまして、まあ、今年創業された事業者の方には、売上確保の途上である場合も多く、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況に直面していると認識をしておりまして、まあ、今、詰めているところですけれども、今夕までに、対処方針をお示しをしたいと思います。最終的な詰めを各所としているところでありますので、今夕まで時間をいただきたいと思います。笠井明君。きちっと給付されるようにということでやっていただきたいし、4月以降の創業者も含めてですね、私も質問でやりましたが、月ごとの収入を比べれば売上減というのは説明できるわけですから、直ちに対象にすべきだと、今夕までに言われているので、しっかりした対応について、発表していただきたいと思います。3つ目ですが、給与所得や雑所得で申告しているフリーランスについても、大臣は先週、
事業性のあるものについては救いたいと、今週中に新たな制度を考え出したいというふうに答弁されていたわけですが、ところがその後、次の週の週末まで来ちゃってるわけですね、2週間ということで、いつまでまたするのかと、いかがですか。確かに先週の時点で今週末までにという発言をさせていただきました。しかし関係箇所との今調整が手間取っておりまして、今週初めに記者会見においてもう少し時間をいただきたいという話をさせていただきました。まあ、フリーランスの方々の中には事業からの収入を雑所得、給与所得の元となる収入に計上をして、結果的に現在持続化給付金の対象となっておられない方もいるということで、事業性のあるこうした事業継続を支えることは重要な課題でありまして、経済産業省としてこういう方々、事業性のある仕事をしている方々の支援策を講じることとしました。さまざまな種類の収入が計上されている雑所得について、どのような形で事業の実態を把握するのかという点などについて、まあ、検討を行ってきたところであります。まあ、これも併せて今夕、具体的な内容をお示しすることとしておりますけれども、朝の時点で打ち合わせをして今夕までに調整を済ませたいと思っておりますので、フリーランスの方々に対しても今その具体的な内容も今夕お示しできると思っております。まあ、詰めているということや、調整に手間取っているというお答えもあったわけですが、今夕ということできちっと出してほしいんですが、せっかくですね、持続化の給付金制度ができても、継ぎはぎ、小出しの対応を重ねて支給が遅れたり、対象にならないことで、まあ、立ち行かなくなって廃業というになったら、元も子もないわけです。一社も一店も潰さない立場で、何より迅速に売上半減にとどまらず、急減したすべての事業者に対して、1回に限らず継続的に給付が必要だと私は思うんですが、大臣がいずれにしてもきっぱり決断をしていただくと、やっぱり事業者の立場に立ってということで、強く求めていきたいと思います。では、電気情報事業法改正によって、最も重要な公共料金である電気料金、とりわけ経済産業大臣が認可する託送料金の中身が、利用者にとって分かりやすく納得できるものになっているか、ただしたいと思います。法案では、託送料金制度を従来の総括原価方式から収入上限を定めるレベニューキャップ制度に変更するほか、再生可能エネルギーの導入拡大に必要な送電網の増強費用の一部にの付加金化など、電気料金への転嫁と負担に関わる項目というのが盛り込まれております。そこでまず梶山大臣に確認したいんですが、いわゆる電力システム改革の工程表というのがありますが、ここでは2020年4月に料金規制の経過措置期間が終了することになっておりましたが、これはどうなったんでしょうか。委員長。梶山経済産業大臣。家庭用の電気料金につきましては、2016年の4月に小売全面自由化を実施した後も、自由料金のみとするのではなく、経過措置として、全国すべての地域において、規制料金も消費者が選択できることとしておりました。これは自由化して当面の間は新電力による市場参入が進まない中で、仮に大手電力が自由料金の下で値上げを行うと、消費者に他に選択肢がなくなり、高い電気料金を負担せざるを得なくなるという懸念に対応したものであります。規制料金との選択制にすることにより、仮に自由料金で値上げが行われたとしても、規制料金という選択肢が残ることで、消費者は適正な水準の電気料金が担保されるということであります。法律上、2020年4月以降は、地域ごとに競争状態を見極めて、引き続き規制料金を存続させることで、消費者を保護する必要が特に高いと認められる地域については、この経過措置を存続させることとなっております。電力ガス取引監視等委員会の専門会合において地域ごとの競争状態等について検討を行ったところ、大手電力の値上げを抑制させるような新電力が十分に存在しなかったこと、新電力と大手電力の間で電気の調達環境の公平性への懸念があることなどを踏まえれば、競争は相当程度進展しているものの、2020年4月時点ではすべての地域について料金規制を存続させることができとの結論が得られました。
こうした電力ガス取引監視等委員会の意見も踏まえて、経過措置を存続させる判断を行ったところであります。笠井明君。2016年4月に電力の小売事業参入が全面自由化されてから4年ということでありますが、依然として、旧受電力が各エリアで強い競争力を持っていると。新電力シェアというのは 16.4% とにとどまっている頃から見ても、経過措置期間を存続して、規制なき独占を防止するのは当然だと思います。そこで自由化されていない送配電事業ですけれども、充電力が地域独占して、その送配電網を維持するための料金というのは、託送料金として小売電気料金に転嫁をされております。経産省に伺います。東京電力の一般家庭の電気料金というのは、月400キロワットアワーを使った場合ということでしますと、いくらになるか、うち託送料金に相当する金額、電気料金全体に占める割合はどれほどになるでしょうか。資源エネルギー庁、高橋長官。お答え申し上げます。今大臣からご答弁申し上げました。経過措置として存続する規制料金にかかる約款を前提といたしまして、東京電力一般家庭の電気料金は月額これ約1万1000円、400キロワットという月消費という前提ですが、そのうち託送料金は月額で約3400円ということでございます。全体の占めるシェアといたしましては31%ということでございます。笠井明君。東電の電気代の3割は託送料金ということであります。他の電力会社では最も低い北海道電力が 29.2% で、高い沖縄電力が 38.9% となります。法案は電気料金の3、4割を占める託送料金について、これまでの総括原価方式から収入上限を定めるレベニューキャップ方式に変えようとするものでありますが、託送料金原価の適正性と透明性の確保というのは、電気の利用者にとって重大事であります。そこで伺いますが、電気事業法の第17条の2では、収入上限、レベニューキャップを定期的に改定するとしていますけれども、この改定案ですね、省令で定める期間というのは、どの程度を想定しているのか、またその期間中、収入上限というのは、固定をされて変わらないのかどうか、その点どうですか。高橋長官。お答え申し上げます。今ご指摘のレベニューキャップ制度でございますが、国が送配電事業者に対しまして一定期間ごとに収入上限を承認するという制度としております。その一定期間は省令で定めることとしております。その期間が長いほどですね、事業者の創意工夫の幅が広がりまして、より踏み込んだ事業効率化が期待できるということでございますが、一方で将来の需要や再生可能エネルギーの電源の設置動向など不確実なところがある中で、送配電事業者における適切な事業計画の立案が難しくなるという課題がございます。先行して導入されて、この制度を導入している諸外国の例でございますが、ドイツでは5年、イギリスでは現在のところ8年とされておりますけれども、2021年度から5年に見直される予定でございます。こういった状況を踏まえまして、私どもとしては法律の成立後、詳細制度設計を行っていく予定でございます。またこの一定期間のは収入上限が設定されますが、その期間内であっても、例えば新規電源接続のための送配電設備の増設、それから需要や調整力の変動など、送配電事業者にとって外生的な要因で、費用の増加や、あるいは費用の減少があった場合、国が厳格に審査をした上で、収入上限の変更を認める制度としてございます。この制度の運用にあたりましては、基準といたしまして、需要の変動、その他一般送配電事業者がその事業の遂行上予見しがたい事由に対応するものであること、あるいは他の 法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合に該当するものであることなどを明記をしておりまして、この制度の趣旨をのっとって適切に運用、制度設計をしてまいりたいと考えております。笠井明君。収入条件は一定期間固定することを基本として、需要の大幅な変動や災害復旧など外生的要因によるコスト費用の増減を反映した変更もできる仕組みにするということでありますが、そうであれば、災害などで費用増が見込まれる場合に、電力会社は収入上限を引き上げて、コスト増分を早く料金から回収しようとすると思うんです。で、そこで伺いますけれども、逆に需要が減って、費用が想定より減ることが見込まれる場合にも、コスト減分が
減少分がですね、収入上限に反映をされて、託送料金の引き下げとしてきちんと利用者に還元されるという仕組みになっているんでしょうか。高橋長官。お答え申し上げます。ご指摘のように、その当初の想定に比べて需要の大幅な減少が発生した場合、そのコストの減少分などがですね、まあ、次の改定のときに収入上限に反映される側面もございます。ただ、送配電事業は固定費が高いという、大きいという特徴がありますので、需要量が減少する中で、事業に必要な費用を確保するという観点からは、利用者ごとの負担が増加するという側面も考えられます。従いまして、こうした効果を総合した場合に必ずしも各利用者ごとの託送料金が引き下げられるかどうかというのはこれ一概には申し上げられないというふうに考えております。笠井明君。まあ、利用者ごとの話をされましたけれども、英国ではですね、収入上限と実コストの差額の半分は翌年度の原価低減に反映されると。ドイツでは制御可能コストについて毎年一定割合の効率化を求めることで収入上限を抑制する仕組みであります。アメリカのカリフォルニア州では、事業者の提出したですね、根拠資料を消費者団体が審査をして、収入上限と実コストが乖離しないように、毎年調整する仕組みになっております。大臣に伺いますけれども、欧米諸国では、コストが減少すればその分、託送料金引き下げとして、利用者に還元される仕組みを工夫しているというふうに思うんですけれども、日本でも利用者に還元される担保がなければ、コスト効率化を促すよりも、結局のところその分、電力会社の利益を積み増すだけになるんじゃないか、この点はいかがですか。梶山経済産業大臣。本法案におけますレベニューキャップ制度は、一般送配電事業者に対して、託送料金収入の上限を一定の期間設定することにより、事業者が費用の効率化に取り組めば、その利益を自ら活用することを可能とする制度であります。他方、この一定の期間が終われば、国が改めて審査を行い、事業者が取り組んだ効率化の結果を反映した新たな収入上限を承認し、事業者の効率化分は電気料金の値下げの原資に活用されることとなります。このため、事業者による費用削減は、将来の電気料金の抑制につながることとなります。また、収入上限の審査においては、事業者ごとのコストの比較などを通じた厳格な審査を行うことに加え、その信頼性を確保する観点から、公開の場で審査を原則とするなど、より厳格かつ透明なチェック機能が働く仕組みとすることを考えております。このように、定期的に厳格な審査を行う仕組みにより、効率化分が事業者の利益としてたまり続けることはなく、消費者にも還元されるように適切に運用をしてまいりたいと考えております。まあ、公開の場でありますけど、公聴会やるというのはもう取っちゃったわけですから、それでパブコメとかっていうのは大体ならないというふうに思うんです。一定期間はコストを下げれば下げるほど、キャップ上限までの範囲で電力会社の利益が積み上がっていくと、でさらにその次の期間になると、その分また結局コストを下げれば下げるほど、その間、キャップの上限分がまた利益にいくということになる、そういう仕組みだということになるということだと思うんです。そこで伺いますけど、託送料金の原価の内訳についてですが、経産省に伺います。託送料金には、送配電事業にかかる費用以外のコストが含まれているんでしょうか。高橋長官。お答え申し上げます。託送料金は、電気事業法上、送配電網の維持管理に要する費用に加えまして、公益的課題の達成の観点から、一般送配電事業者ごとのそのエリアに需要価格公平に負うべき費用を含めて算定を行う制度となっております。具体的にこのような費用といたしまして、離島供給にかかる費用など、最低限提供されるべきユニバーサルサービスを維持するための費用、それから受益者負担、競争中立性の観点から公平に負担すべきものとしての、再処理積立金法制定以前の発電分の使用済み燃料から生ずる費用、それから電源開発促進税や消費税などの高素効果などが現行の託送料金の原価に含まれているものでございます。笠井明君。今言われた点でいうと、原発固有のコストも含まれているということになりますね。高橋長官。お答え申し上げます。再処理積立金法が制定される前の、発電分の使用済み燃料から生ずる費用につきまして、託送料金での回収を行っております。
笠井明君。大臣に確認をせますが、今話がありました、東京電力福島第一原発事故の賠償費用という点では 2.4 兆円があります。それから廃炉の円滑化の負担金というのがあります。それから今言われた前まで2005年までの原発の使用済み燃料の再処理費用と、それから福島の原発事故の中間貯蔵施設の費用に充てる電源開発促進税などが、すべて要するに、託送料金に含まれているということでよろしいわけですね。大臣、経済産業大臣。そうだね、大臣、どうぞ。大臣、どうぞ。高橋長官、どうぞ。大臣、ごめんなさい。正確に、すみません、先ほど申し上げました再処理の費用につきましては、法律制定前の分については、すでに託送料金に入ってございます、それから福島の 1F の賠償に関するの費用の、現場機構法の制定前の過去分、それから、廃炉に伴って、生ずる費用につきましては、制度上、そういう回収が可能な制度の措置をしておりますけれども、これは電力会社からの申請に基づいて行うということで、現時点ではまだその申請が来ていないという状況です。いずれにしても原発固有の費用が含まれているわけでありまして、国民が原発を、その好んで選んで恩恵を受けたわけではありません。で、国と電力会社が、安全神話にどっぷり使って、まさに国策民営で原発を推進してきたツケが、そういう形で電力料金を通じて払わされているということになる。一般家庭の利用者は2016年までの電力会社を選べなかったわけです。やっと電力会社を選べるようになったのに、なおいわゆる原発賦課金を負担させるのかということになります。大臣に伺いますけれども、電力自由化と言いながら託送料金で原発コストを負担させるということまでやるとなればとんでもない話で、やっぱり原発固有のコストは託送料金から外して、そして原発コストについてはきちんと見える化すべきではないかと思うんですが、いかがですか。梶山経済産業大臣。平成16年度の総合資源エネルギー調査会において、再処理積立金制度について議論がなされた際に、発電分についても、積立の対象とすることが適当であること、受益者負担、競争中立性という観点から、電力会社の需要化のみならず、電力自由化後に新電力から供給を受けることになった需要化からも、電気料金として回収することが適当であると整理されたことを踏まえて、現行の託送料金制度が設計をされているわけでありまして、不適切であるとのご指摘は当たらないと思っております。笠井明君。当たらないと言われば済むという話じゃなくて、原発コストは託送料金に潜り込ませて見えない形で、いくらでも工事作って利用者への転嫁を重ねてきたと、かたや再エネの買取費用については、託送料金とは別枠で、電気料金の明細書に電気代の1割に相当する額が明記されて、利用者に負担の重さを強く感じさせるものになっていると、すべてがやっぱり原発優先になっていると思うんですよ。でしかも大臣に伺いたいんですが、託送料金に原発のコストを含むということは、再生可能エネルギー 100% の新電力を選択している利用者にも原発コストを負担させることになると、これはおかしいと思いませんか。高橋長官。お答え申し上げます。大臣から今ご答弁ございましたけれども、この再処理積立金の制度でございますけれども、既発電分についても積み立てすることは適当であること、それから受益者負担、競争通立性の観点から、電力会社の自由化のみならず、電力自由化後に新電力から供給を受けることになった自由化からも、電気料金として回収することが適当であると整理をされております。総括原価の中ではですね、確実に見込まれるものしか料金の原価に算定をしておりませんでしたので、そういった事情を勘案してですね、当時の議論としてこのような整理をしているものでございます。笠井明君。適当であると判断したからというふうに言っても、利用者からは見えないわけでありまして、しかも今答えになってませんよね。再エネの 100% の新電力を選択している利用者にもコストを負担させるのかという問題になってきます。時間が来たら終わりますけれども、法案で託送料金の原価をブラックボックスにしたまま、再エネ導入拡大を口実にして、さらに送電の増強費用を賦課金に上乗せして、電力料金に転嫁を迫るやり方というのはやめるべきだと。今こそですね、エネルギー政策の抜本的転換に向けて、野党共同提案しています、原発ゼロ基本法案、
再エネの4法案の審議を強く求めたいし、まだまだこの法案については、今回の法案についてはですね、政府としての問題点がありますので、拙速な採決ではなくて、徹底審議が必要だと、このことを強く求めて、質問を終わります。討論の申し出がありますので、これを許します。笠井明君。笠井君。私は日本共産党を代表して、エネルギー供給強靭化法案に反対の討論を行います。原発と石炭火力をベースロード電源とする第5次エネルギー基本計画を抜本的に見直し、大規模集中電源から市民地域主体の分散型電源に転換する、これこそ気候変動を抑え、災害に強く、東京電力福島第一原発事故の教訓に正面から答える道です。再エネをエネルギーの主役にし、急速な導入でコスト低減を実現してきた先進国例に学び、野心的な主力電源化目標と政策を構築すべきです。本法案は逆に再エネ導入を抑制し、原発と石炭への依存を将来にわたり固定化し、電気料金をさらに引き上げるもので、到底容認できません。反対理由の第一は、フィット法制定後もなお、再エネ導入に欠かせない系統増強を怠ってきた電力会社の責任を何ら問わず、巨額の設備投資費用を電気料金として国民に押し付けるものだからです。電力会社は原発再稼働に 5.4 兆円もつぎ込んできました。電気料金の4割を占める卓上料金には、多額の原発賦課金が転嫁されている上、今後、原発廃炉費用や賠償負担金まで上乗せされます。国民負担の抑制のためにも、ブラックボックスの卓上料金原価を開示すべきです。第二は、系統運用の中立性の確保や、電力卸市場の環境整備も不十分なまま、FIP 制度に移行することが、市民地域主体の再エネ事業を阻害しかねないからです。電力広域機関は、すべての電源に対し、公正中立でなければなりません。しかし、オクト職員の6割は、電力会社からの出向者です。原発や石炭火力による送電線空押さえや、原発最優先給電の見直しもなく、再エネを主力電源化できるのか、FIP 以降の前提条件は満たされておりません。参考人からは、1890億円もの繰越欠損金を抱えるジョグメックによる石炭開発拡大の問題が指摘されました。個人情報、プライバシーそのものである電力データ利活用解禁も重大です。審議は尽くされていません。今、日本社会全体が新型コロナウイルス感染拡大というかつてない事態に直面しています。感染症のまん延防止のためには、従来の延長線にとらわれない気候変動対策、エネルギー政策の転換が求められます。そのためにも原発ゼロを決断すべきです。以上、反対討論といたします。